ありがとう下北沢。やっぱね下北でやるといいね、ホーム感ありますね。帰ってきたって感じがしております。みんな来てくれて本当にありがとう。まあ本当千葉でも言ったんですけど、このツアー非常に対話に恵まれたなと思ってまして、実はチミニースイーパーはですね、僕は結構一時期週3、4ぐらいで下北沢ガレージにお酒飲みに行ったんですよ。でね、彼らがライブやってるの実は何回か、見たことがありまして、非常になんか奇妙な音楽をやっている青年たちだなと、これはなかなか他にいないなとすごく、注目していたら、彼らが、今回応募してくれて、非常に本人たちも終わった後気持ちよかった気持ちよかったって言って、すごいねニコニコしてあいいよなんかああいうのを見れて呼んでよかったなと思いますし、まあ何をね置いてもうちのお客様方というか、今日ここにお越しいただいている皆様は非常になんていうんですかね、温かいですね。生優しい。僕みたいな先輩に可愛がってほしかったなと本当に思いますけど、そしてですね、ローズさん本当に、久々に台湾させていただきました。本当ジャパンとか以来で、なんかさ3ピースのバンドの携帯の時しか知らなかったんで、4人になってから初めて今日見て、なんていうんですかね、ずるいなと思いましたね。グリーンデーがさ、グリーンデーっていうバンドがね、アメリカのね、パンクスですけど3ピースだったんですけど、4人になると言うんですよ。いや絶対ダメに決まってんだろうといやもう3ピースじゃないと絶対ダメだろうってみんなファンは言ってたら、まあ4人のグリーンデーがかっこいいんだな非常にかっこいいわけです。ずるいなと思って、それと同じ感じを今日味わったよね。本当人数同じなのに1人増えただけですげえかっこいい感またさらに出るみたいなね。うちも一回減らして増やすならないですなんかさあれじゃない、漫画のなんかキャラクターみたいにさ、一回修行どっかに行ってさ、なんかすげえなんかボワーって髪の毛立って帰ってそうね。あとね、本当にだからすごい台湾には感謝してるんですけども、それと同時に、2本目にして我々、ツアーで成長してるんだなと心から思いました。何を、ね、見てそう思ったかというと、あれですよ、前説千葉の時にですね、僕は運よく見てなかったんですけども、凄まじい前説をやったらしくてですね、今日はちょっとちゃんとやるって言ってですね、とりあえずお前はとりあえず2回言えって必要だと思ったら3回言えって、とりあえずそれだけで今日はレクオーケーですレクオーケーですレクオーケーです本当にそのまんまだったからこいつは伸びるななのでこのツアー本当にね、台湾素晴らしくて目白押しなんで、みんなにちょっと全箇所来てほしいなというぐらいなんですけど、多分その都度ね、成長していく前説を見たいなと思うので、今日もちょっと課題を与えたいと思います。告知をお願いしますお願いしますお願いします。ツアーファイナルが9月もうなんかブリッツでツアーファイナルで今日チケットを先行、朝から一般発売なんですけど、今日チケットを物販で先行発売しておりますので、皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは今日のこの MC に向かって1人3枚ずつ買ってってもいいですよ。3枚ずつ買ってってもいいんですよ。それじゃあ後半もぶち上げていきたいと思っておりますので。